はい、早速始めます。古着です。染み抜きです。もうたくさんありましたね。あ、ここもここもここもというようにお客様と相互確認をするとですね、もう20箇所弱ぐらいあったんじゃないかな。でもそんなにたくさん染み抜きをしちゃうと時間がかかっちゃうとお高くなっちゃうので、今回はこのお腹の目立つ大きいところだけ染み抜きさせていただきました。こうしてビフォーアフター見ていただくと明らかに良くなっているのが分かっていただけると思います。もう古着でございますのでね、いつ何がついたシミなのかなんて分かんないわけですよ。シミの原因も違えばですね、ついた時期も違ったりするわけですよ。まあ落ちにくいシミでございましたね。パッカリングといって、その縫い目にうねうねができたところに自然な感じの色の段差ができるのは、古着の味としてはですね、非常に望ましいものというか味としてかっこいいものですが、シミのところがしらけてしまうとそれは悪目立ちしてしまうし気になるんじゃないかなと思うんですね。で、購入した際にですね、いろんなものが貼ってあって、ここも貼ってあるんですけど、胸にワッペンがついていたのをお客様自分でね、糸を切って外したそうなんです。だから糸の跡がついてるんですが、ここも常に露出していたところと露出していないところで色味の段差ができておりました。染色の堅牢度なんて専門的な言葉で言うんですが、色の定着の強さっていうのはですね、物によって違ったり素材によって違ったりするんですけど、この素材でこのお色でしたら、やっぱり自然な感じで色は白っぽくしらけてくるだろうなというふうに思います。染み抜きをさせていただく際にもですね、もちろん地の色を損なうことなく染みだけを取りたいわけなんですが、簡単に取れる染みであればいいんですが、今回みたいにすごく取れないとなるとどんどん染み抜きを強くしていかなければならない。強い染み抜きをしても色とかなんともなきゃいいんですけど、弱い染み抜きですら色が白っぽくなりやすいものだったりするとですね、どこまでだったら大丈夫なのかという見極めが非常に難しくなります。全ての染みが取れるわけではないんですけども、どうすればもっと着やすくなるかなというふうなことで作業させていただきますので、お気軽にご相談してみてください。今日はここまでです。